アメリカ合衆国の国字の理面、上部にアンヌイト・コエプティスト書かれている。アンヌイト・コエプティストはアメリカ合衆国の国字に書かれた二つのモットーの上に書かれた方である。二つ目のモットーはノーバス・オルドー・サクロレムである。また、国字の表側にはイープル・リブ・スー・ウナムが書かれている。ラテン語の単語、アンヌは、うなずく、認めるを意味し、同じくコプテムは、 開始、仕事を意味する。直訳すると、神は、我々の取り組みを支持する。もしくは、神は、我々の取り組みを支持したという意味である。バートンのデザイン案。デオ・フェイブーンと、ペレニスの句が書かれている。1ドル紙幣に描かれたプロビデンスの目とピラミッド。1782年、サミュエル・アダムズは3つ目の検討委員会を立ち上げ、フィラデルフィア出身のウィリアム・バートンを、 デザイン制作者に任命、国示のデザイン案を提出するよう求めた。理面のデザインとしてバートンは、プロビデンスの目とその下の13層のピラミッドという図柄を提案した。図柄に載せるモットーに、バートンはデオ・フェイブントとペレニスを選んだ。ピラミッドとペレニスの着層元は、フランシス・ホップキンソンが提案した大陸50ドル紙幣である。バートンがデオ・フェイブントは、 公式門の目、すなわちプロビデンスの目を意味する。と語ったように、モットーはプロビデンスの目を暗示している。バートンにとっては、デウスとプロビデンスの目とは、同じ存在であった。告示デザインの最終段階で、元ラテン語教師のチャールズ・トムソンは、理面デザインにピラミッドと目を残したものの、デオ・フェイブントの代わりに、オヌイット・コプティス、ペレニスの代わりに、 ノーバス・オールドサクロレムと置き換えた。このモットーの意味について、トムソンは公式説明として、ピラミッドの上の目とオヌイット・コプティスのモットーは、アメリカの活動に賛意を示す真意の大いなる現れを暗示すると記している。アメリカ合衆国国務省、造幣局、財務省は、オヌイット・コプティスを、神は我々の取り組みを支持していると解釈している。しかし元になったラテン語文では、 主語が誰であるか明示されていない。ロバート・ヒエロニムスは国字について、博士論文を書き、国字のテーマに沿った13文字ちょうどの句を取り入れた点に、トムソンの意図があったと主張した。表面の、イープルリブス・ウナムも13文字、13本の矢、13の星、13本の島、ピラミッドも13なんだが、デオ・フェイブンとは10文字しかない。ヒエロニムスによれば、 オヌイット・コプティスの句も13文字からなり、国字のテーマに沿うところから選ばれたという。しかし、イープル・リブ・スー・ナムとオヌイット・コプティスが共に13文字であるのは偶然に過ぎないと主張する人々も多い。ありがとうございます。